日本鹿児島県薩摩仙台市下牧町下牧町は、鹿児島県薩摩仙台市の町、旧川内市河町。郵便番号は895-0064。人口は329人、世帯数は165世帯。下牧町の全域で住居表示を実施している。薩摩仙台市の西部、川内川の下流域に位置している。 阿佐駅の北方から西方にかけては、宮内町、南方には、川内川を挟んで、西海門町及び東海門町、東方には、若葉町、大王町がそれぞれ接している。阿佐駅は南北に細長く、北部は、薩摩川台市立川内北中学校の敷地で、多くを占められている。南部には、鹿児島家庭裁判所川内支部、鹿児島地方裁判所川内支部、 川内館に裁判所がある。また、地域の北端部には、鹿児島県道44号軽白大小路線が、東西に通り、西端には、薩摩仙台市道向田高城線が、南北に通り、南端部に流れる川内川を開け飛ばしでまたぎ、対岸の西向田町と結んでいる。下北町という町名は、町域設置前の区内町の生子、下北に由来している。 1965年4月1日に区内庁の一部の区域において住居表示に関する法律に基づき外区方式による住居表示が実施されることとなった。それに伴い同日付で町名、地盤の変更が行われ、川内市区内庁の区域の一部より川内市の町名、下北町として設置された。2004年10月12日に川内市、東郷町、 入木町、稽道院町、日脇町、下古敷村、上古敷村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、川内市の町、字については、現行通りとする、と協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、 国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。私立小中学校の学区は以下の通りである。ありがとうございます。